フィアットの木梨さとみさんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日はどんなお話でしょうか。はい、ちょっと1ヶ月飛んじゃったんですけど、うん、1月の撮影の時に、はい、町おこし、今私がやってる町おこしの時に、うん、シャッターに、このシャッターに絵を描くってことで、まあ、ちょっと皆さんに私はこれくらい頑張ってるのよっていう感じ、自分でシャッターに絵を描きます、はい、で完成したら、はい、またこの CVA の方でってことを言って、そのままちょっと忘れちゃってで一応完成したんですよね。はい、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。それはあくまでも私が描いたってことで、うん、ここのまた町おこしが決まったら、まあ、それは消してね、またここの歴史とかそういうふうに変わると思うんですけども、うん、一応シャッターに絵を描くってことはこういうイメージですってことで、うん、まあ、ちょっと恥ずかしながらプロではないんで、うん、YouTube を見ながら見よう見まねで、本当素人なんで、うん、ちょっと心意気を分かってもらえたらいいなと思ってます、うん、はい、大変でしたか？楽しかったですか？楽しかったです。楽しかった、はい、もういろんな人に声かけてもらって、はい、もう本当朝6時からちょっと辛辣の匂いがするもんで、あんまりね、近所にご迷惑かけちゃいけないと思って、はい、もうとにかく楽しかったです。うん、はい、この道路を通る皆さんもね、きっと楽しんで見てくださることと思います。はい、そうなんですよね。はい、はい、それとあと、うちにゃんこがいるんですけれども、うん、ちょっとピアトさんってどんな店なのっていまいちちょっとよくわからない。で、私も正直言って今よくあんまりわかってないんですけど、はい、一応ここの感じではこうやってお茶を飲んだり、はい、あとはちょっとこう軽いランチとかも始めたん で、うん、でそれもこう見よう見まねで、うん、ナポリタンとか、はい、こう普通に一般的にあるチャーハンとか、どっちかというとこうお家で食べる延長っていうふうに思っていただいた方が気が楽です。で、あとここが相席になっちゃうんですよね。はい、席もね、本当にこういうこの時期なんで、あとはこのカウンターとかあるんで、はい、まあ、何気に最初ちょっと相席って抵抗があるかもしれないんですけど、結構皆さん親しくなると、うん、もうどこだどこだって楽しそうにやってますね。そうですか。はい、相席ってそうですよね、うん、そういったこうコミュニケーションが取れたりしますからね。そう、意外とね、皆さん仲良く喋ってるんで、うん、はいはい、ちょっと最初抵抗あるかもしれないですけど、まあ、そういう感じで慣れていただいたらなって思ってます。はい、そしてプレゼンカフェってどういったコンセプトで、メニューの中に書いてあるんですけど、はい、それはちょっとまた長くなっちゃうんで、はい、まあ、次回に説明させていただきます。はい、またちょっとこう物品販売もね、こうやってやってるんですけれども、はい、今回ちょっとうちの可愛い猫ちゃんをね、うん、ニューフェイスで、はい、猫カフェではないんですけど、うちの飼い猫ちゃんなんですけど、はい、福を呼ぶ猫ちゃんって言って、福ちゃんって猫ちゃんか、とにかく可愛い子が入ったんで、はい、お茶を飲みながら、うん、猫ちゃんが、まあ、気分なんですけどね、うん、顔を出してもらえたら、うん、それはそれで癒されるかなって思ってます。うん、そうですよね。はい、飼い猫ちゃんが来てくれるカフェということですよね。うん、猫カフェではなくてね、うん、猫ちゃんに触れ合いたいという方もね、そうなんです、いただければね、はい、ぜひお待ちしてます。はいはい、福ちゃん前に住んでいた猫ちゃんたちにすごく可愛がられているそうですね。うん、そうなんですよ。まだ7ヶ月なんですけれど、はい、今までいた猫ちゃんがとってもこう可愛がってくれてね、うん、見ててもこうほんわかほんわかします。そうなんですか。はい、いいですね。そんな猫ちゃんたちを見ながら、うん、癒されながらということですね。そうですね。今の時期にやっぱり癒しは必要だと思います。そうですね。はい、この先もいろいろとこれからきっと変わっていくんでしょうね。そうですね。うん、まだちょっと町おこしのことがまだ途中なんで、毎回言ってるんですけれども、ちょっともしかして来た時いないってこともあるんでね、そのことはちょっとご了承していただけたらと思ってます。はい、はい、町おこしについても署名もたくさんの皆さんからいただいていると伺っていますが、はい、これからまだまだ頑張っていってください。はいはい、さあ今日もね、さとみさんといるとなんだか元気が湧いてくるようなんですが、はい、ご覧の皆さんに一言お願いします。はい、わかりました。今ざっくりちょっと話の流れでいろいろお話しさせていただいたんですけれども、今すごく伊東の歴史に興味を持ちまして、昔こうどうだったのかなとかいろいろ興味があるんで、もしそういうお話とかもね、私に聞かせていただけたらもう大歓迎で、ちょっとサービスしちゃおうかななんて気にもなりますのでぜひお待ちしてますんで、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。フィアットの木梨さとみさんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。